さまざまな分野で功績があった人に贈られる春の褒賞が発表されました。県内からは6人が受賞しました。業務に励み、模範となる人に贈られる王子宝賞は、小千谷市の利用し阿部勲さん、新潟市の宅地建物取引業の川端信夫さん、柴田市の農業、前田克彦さんの3人が受賞しました。 公共の利益に貢献した人に贈られる乱受報奨にはつばめ市明るい選挙推進協議会の会長相場紀夫さんのほか新潟市の保護士市島雅子さん佐渡市の保護士後藤森重さんの3人が受賞しました県内での報奨の伝達式は来月8日に行われます